葉が一時的の鍵に使われるようになった。例えば演技をするとき、私は私を借りている。では私に私を貸しているのは誰か。で、部屋の、中央ぐらいには男の人がこう、うつ伏せで倒れていて、手にはテープレコーダーとホワイトボードを握っています。すいません、前日の夜に僕はソーっていう映画を見ました。まあもろにその影響を受けているかなと思います。はい、で、この戯曲が通っていることについても、かれこれ3ヶ月、4ヶ月ぐらい考え続けていまして、夢に見るぐらいには煮詰まっていたわけです。この男の人が握っているホワイトボードがおそらく回答用紙で、この人はこの問いに答えることができなくて命を落としたんでしょう。人生も仮住まいというように生きているのは何かから借りた仮の姿。そうですね、死んだら体も何も全部返さない。Thank you.
10年くらい前は、お母さんの方の死亡率が250分の1くらいで、生まれてくる赤ちゃんの方の死亡率が100分の1くらいだったんだって。100分の1ってのもすごいよね。生まれてくるね、楽しいんだねって待ってて、100分の1で生きてない、死んでる子供が生まれてきちゃうの。いやマジで私がすごいこれは気に入ってて、すごい広めたいっていうのは、もう帝王切開って赤ちゃんお腹を切って倒すっていう手術だけど、始まった16世紀くらいの時ってもうお母さんの死亡率って 100% だったのって。なんか縫い合わせる技術がないのにお腹切ってたから全員死んじゃう、もうみんな死んじゃう。とりあえず赤ちゃん出したけどお母さんは死んじゃう。いや母親の人権って何っていうか、人権それ以前みたいな、すごくない？信じていること、信じていないこと、私はあなたを信じています。私はあなたを信じていません。ミアピーの信じてることは、私大体私以外の人は信じてる。え？っていうかさ、人信じてるってすごいね。うん。一応信じてる。え、なんかさ、私さ、お化けって怖いじゃん。人怖くない？人、怖い、怖い？え、だからお化けより人の方が怖いと思うわけ。まあ、うん、うん。え、それ意思を持ってる。あ、意思よくわかんない。あ、でもそりゃそうだよね、なんか。今すっごい怖くなってきちゃう。なんか、だから、なんか自分が、こうしてほしいってさ、すっごい思ってても、うん、なんか全然伝わってなかったりするじゃん。まあ、それもしょうがないか。でも、まあ、それはそうだよね。今、だからさ、今私とヤッピーが話してるけど、うん、それ伝わってないかもしれないもんね。あ、そうね。そう。でも別になんか伝わってなくてもいいんじゃない？うん、伝わってた、伝わって、みんなに分かっ